はい、じゃあ行きましょう。今回、前回に引き続き2回目の、ハートランド質問にお答えしますなんですけども、まあ大変やったね。大変やった。やってみたけど大変やったね。ただね、まあこの機会で僕も分かるのは、みんなが何を考えてるのか、どういう質問が来るのかっていうのがすごく分かって、で、まあ答え方もだんだん変化していく、進化していく、そういうのもあると思います。で、あとは、まあ、今回ちょっと貯めてみたっていうのは、答えたらまた後でいっぱい来るでしょ。だからちょっと遅くなっちゃったんだけど、結果的にはもうハートランド手にしてる人もいてて、質問したのに質問答え返ってくるまでに買わなあかんやんけってなると思うんだけど、まあまあそれは仕方ないんですけど、っていうのはそのために、ダイワからね、アルティメットバースの動画が出てみたりとか、僕が今までの、村上的で、答えてたりするんだけど、それに輪をかけて今回ちょっとやってみようと言ったので、まあ遅くなるのは仕方ないかなと。で、今回ね、163ぐらいまで溜め込んだ。なので1時間半ぐらいで、収録して、喋りっぱなしで半分、あと半分あります。じゃあ今日は今からいきます。じゃあいきます。ハートランドロッド、ずっと興味がありますが、島のリールはリールシートに干渉して使えないと聞いたことがあります。そのあたりどうなんでしょう。あるそうです。はい、これって多分いろんな人がやってるから、島のリール合わない、ハートランドってググったら出てくるかな。出てくるね、出てくると思います。はい、でそこまで僕がじゃあ島のリール、このリールはつくのかな、どうなのかな、1回2回はやってもいいけど、全部の島のリールを、あ、釣り具屋行ったらいいんか。あかんあかんあかん。市販されてるものの、リールをグイッてこうねじったりとか、あかんあかん。うん、まあ僕の持ってる島のリール今度並べてみようかね。つくかな、つかないかなっていう。ただ全部のハートランドには全部のダイワのリールはつくけども、全部のハートランドのグリップが全部の島のリールと、干渉する点が一緒かどうかわかんないから、それはある程度でしかできないかな。うん、僕基本的にはこの質問に対しては100点の回答をしてみようと思ってまうから、今みたいな答えになるのね。100じゃないけど限りなく100に近いみたいな。はい、ロッド3美しすぎます。使う用と飾る用とアーカイブ用に3本欲しい。本当は1本も買えないですが。ああ、そういうことね。スピニングですが、1爪キジリグ、2ネコリグ、3沈み虫 1.8、 4スモーラバーダーと、それぞれの使用感はどうでしょうか。向き不向きを教えていただきたいです。このスピニングっていうのは今年のモデル の、の72の L やね。はい、まずネコリグ、あ、先に行こうか。これ常吉リグ1番ね。常吉リグは 1g ぐらいのミドスト仕様のハイパー常吉リグ。ああ、気持ちいいんじゃないですかね。これどれかを1本にしておきましょうか。1本っていうのは1つに、スピニングでリールで、僕がするとしては PE なんで、 PE の05にしましょう。05リーダーが6ポンド。はい、 1.5 ね。常吉リグにするなら、2g までのウェイトで中層プレス。で、ボトムにつけるなら、まあそれでも 2g ぐらいかな。2g で、リーダーを、まあ、若干長めにとって、点点点点する感じやね。で、ネコリグ一緒。一緒な感じ。2g ぐらいのネイルでテク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 する。で、沈み虫 1.8。これは、1.8 を、ノーシンカーで使う。うん、悪くないね。うん、悪くない。ただ、ここで、沈み虫の 1.8 をノーシンカーで使うなら、もうちょっと先調子のサウンドが面白いかなってなってくる。スモラバ、これはね、昔の使い方のスモラバなら、このサウンドが無敵かなっていう。ミドストにいいんですよ、だから。だから、スモラバって言ったかって、7g のね、ビビビショットから、1.8g のビビビショットあるでしょ。
でもこれ 1.8 でとどめてるけど、当然 1g、0.5g 作れるわけですよ。で、これらを、まあトレーラーを全部つけていって、使用するとします。当然 7g のスモーラバーを、この竿では気持ちいいから絶対気持ちよくないよね。だから、下限からいきます。下の限界からいきます。もし仮に、0.5g の BBB ショット、針は一緒で、ウェイトだけはちっちゃいものがあると仮説しましょう。そしたらそれにトレーラーを、どうだろう。BBB バグにしようか。BBB バグの 3.2 インチ。これ、共通でしましょう。それで、キャストします。飛距離は出ないです。軽いからね。沈んでいきます。BBB ショットは毛が生えてる。ね。スカートが。それを、水に当てながら、てっ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 てこう。しゃくるけど、水の抵抗でスカートが閉じるけど、くってこう、竿がお辞儀するのね。ここを利用しながら、ボトムにつけずに中層をそれの抵抗感を感じながらやる、いわゆるミドストやね。それが気持ちいいさ。だから胴が勝手に揺れる方がいいの。穂先まで硬くて穂先だけお辞儀するのもそれは使えるんですよ。どっちでも使えるんだけど、スモラバの中層系のものならすごく気持ちいいと思ってもらったらいいんじゃないかな。はい、次。ハートランド初心者です。75に HRB を予約しました。質問ですが、ハートランドでは他のロードと比べて表記に対してルアーウェイトが軽いと思うのですが、さっきのやつやね。はい、そこは今の、今回も答えましょうか。まず気持ちいい部分を表記している、それに近い、それに近い。僕が使う、実際使うウェイトは、動画とかを見てもらって、使ういわゆるルアーの種類やね、その種類の何グラムかっていう部分に合わせてます。はい、だからちょっと軽めになってしまうんやと思います。限界点じゃないんで。リールシートなんですが、某島のリールは光学リールしかつけれません。え、光学リールはつくんだ。じゃあ、あ、下におもろいこと書いてある。トヨタの車にホンダのエンジンがつかないのは当たり前、このままの言葉じゃないけど、そんなようなことも言ってた気がする。あ、同じこと言ってるんだと思ったんじゃなくて、俺が同じこと言ってたよな。それ忘れたよな。うん、でも確かにそうやと思うんですよ。はい、じゃあここはパス。8フィートの MH はよくカースペよりも何々とカースペと比べられますが、60周年モデルの新山ベイトと比べると、これもあれやね、機種やね。以前に言いましたね。あ、そうそう、皆さん。今回だけ見て、なんちゅうのかな。質問に答えてないって言わんとってね。前回の部分も全部見てよ。うん。はい。どうだろう。あ、これね。60周年モデルの新山ベイトと比べると、まあ、今回の8フィートは、胴が柔らかくて先が硬い。こう言うときましょうか。で、SVF と違うんで、粘っこい。はい。記述なら、もう、仕分けないです。なぜドット3は 3DX のエクセルにも使っていないのに光学に仕上がったんですか。これね、ドット3に 3DX も X45 も使ったらもっと高くなるんですよ。うん、だから多分だけど、これ使ってないのにこれ高いやんっていう相対的な回答じゃなくて、多分絶対的なこのものは高いという、9万円台高いねっていう話なんで、それはね、同じ質問をちょっと台湾に本当はしてほしいよね。はい。で、ここ個人的には名前なしのハートランドは購入リストから除外してますって書いてる。いうことはスタンダードモデルは買わないってことやね。で、ここ前も言いましたけど、スタンダードにも名前をつけていただければ、興味が湧きます。ここはつけてないから悪いんだじゃなくて、違うものを作ってるんだなんですよ。で、これはこういう、作り方で作りますって決めた。ただそれだけ。だからそれに賛同できない人もいてるだろうし、じゃあ例えばこのハードランドはピンクにしましょうって言ったら買う人減るやん。しないやん、そんなこと。ただ名前を全部つけるのには、じゃあスタンダードモデルがラインナップを揃えましょうって言ってるところに名前全部につけるのってなるじゃないですか。だからつけない方向を選んだんですよ。うん、矛盾点が生じるよりもそうじゃない方がいいから。はい。
今回8フィード MH のロッドに興味を持ったものです。ハードランドシリーズでは使ったことがなく楽しみしています。2ピースロッドについて質問ですが、センターカットが主になっていると思いますが、曲がりの具合でセンターカットをするとおいしくない場合があるときは、村上さんはどのカットで決めたりするのでしょうか。逆、2ピースにするって決めてセンターカット2ピースに決めたときから、その継ぎ方で綺麗にするにはどういう、設計図でしますかって言って相談して作るの。はい、だから考え方が逆です。はい、村上さんいつも楽しく、動画を見させていただいております。ロックフィッシュ用に802を購入しようと思っておる。802すごいねこれね。802希望率、思っているのですが、カースペは、バスはカースペがお気に入りなので。ああ、そういうことね。はいはいはい。 P1.5 から2号にリーダー16から20ポンドのガイドを抜けばストレスなく使えるでしょうか。あ、これも全然ストレスなく使えると思います。ちなみに FG ノットでも済んでくださいね。で、そのセッティングで気持ちよく使えるネオ玉は何グラムですか。これね、深さにもよるし、キャストした後操作する角度にもよるんだけど、思いっきり遠投して浅いところでやる場合ってなったら当然軽くなるんで、そうじゃないと根がかりが増えるんで。でもまあまあ、僕はいつもロックフィッシュを、水深10から12メーターぐらいでやってて、28グラムぐらいまで使うんだけど、1個手前21グラムが一番気持ちいいと思う。までが、はい、802MH で P2.5 をセッティングした場合、1オンスのヘビキャロで夏場なんかウィードのが濃くなる時期でもティップがだるく感じるようなことはないですか。これもうウィードの濃さにもよります。あとウィードが生えてる位置がね、ブレイクのね、急なブレイク3メーターまでスーッと来て、ここから10メーターまで落ちる、ここにウィードが生えてたら、そこにぐっさっと刺さった時は使いにくいし、なだらかな軟骨でずーっとあってチリチリ生えてるようなウィードなら全然問題ないし、じゃあエビモが生えました、生えそろって固く竹できました、竹るっていうのはね、木みたいになってくるんだけど、その時は柔らかく感じるっていうぐらいの差は出てきます。で、ただ 2.5 号のセッティングでってなったら、ナイロンとは違う、フロロとは違うので、そこそこやれるんじゃないかなとは思います。うん。で、あとはハードロックエリアで、キャローした場合にシンカースタックを気持ちよく合わせますか。これはもうハードロックエリアであんまりやってないから何とも言えないのと、ハードロックエリアの時に使うシンカーの重さの話かな。これもハードロックエリア、そうやね、ハードロックエリアでキャローした時にシンカースタックを気持ちよく買わせれる、シンカーのウェイトはこのセッティングだったらどうだろう、8号までかな。あと、それと、飛距離的に関しては力まなくても気持ちよく飛びますか。これが 70m なら気持ちよく飛びますっていうし、 80m だったら気持ちいいかって言ったらそうじゃないかもしれへんし、まあでも P2.5 号で、やるんだったら全然気持ちよく飛ぶんじゃないかなと思います。はい、気持ちよくって人によって違うじゃないですか。うん、可能ですかとか、可もなく不可もなくなんですか、ありよりのありですかとかでだいぶ変わってくるじゃないですか。なしよりのありですかでもありじゃないですか。うん、はい、802MH を購入するためにハードランドクラブに、入会はがきを送ったのですが、その後何もありません。ああ、これは台湾に聞いてください。現在カースペ3でスティーズ A に、1012スプール P06 リーダー6ポンドでフリーリグメインでチヌ釣りをしています。もうこの時点で僕1012 G1 スプールで P06 やったら、まあ、使えるけど、僕やったらこのリーダー6ポンドでやるなら、うん、スティーズ A、 まあこれはスティーズ A を持ってはるからやってるんだと思うんだけど、うん、もうちょっと軽い、リールにするかなって感じで、カースペの竿がいなしてくれる感じがたまらなく良かったのと、もっと軽いリグを使いたくてドット3を購入しましたが、合わせるリールに悩んでいます。ラインは上記のカースペと同じで考えています。スティーズ CT かアルファス、SVCD、 ああ、どっちもありやね。うん、
アルファス SVTW にしてもいいと思う。でスティーズ CT が僕がおすすめっていうよりも、まずね、あのスプール K が小さい時のあのね、あの立ち上がりの良さっていうのはもうちょっと今の時点ではあの変えがない。性能的には CT の方が立ち上がりが良く軽量リグを投げやすいと思いますが、カラー的にアルファスの方がドッツフリーに合ってるの気がします。スプール系2ミリの差ですが、アルファスでも軽量リール 3.5 以下のリグは使いやすいと、使いやすいと思えるのでしょうか。村上さんならどういう理由でどちらのリールを選びますか。ドット3に、これ個人的な話ね、ドット3にアルファスの今回の、デザインは使いたくない。うん、それだけ。あの性能がどうこうとか安っぽいからそうじゃなくて、僕は嫌っていうだけ。うん、あのデザインで言うとね。それと、じゃあ実調で考えた時、実調で考えた時はもうどっちでもいいと思う。うん、自分がだからこれ不思議なんですよね。アルファス僕は使いたくないって言ったら、あ、使いたくないってことは使って痛いと思ってる僕なんか間違ってんのかなってなるでしょ。それは絶対思うぐらいなら使わないでください。いや、ええー、ね村上言うけど俺もこれ最後やと思ってんねんってなの。だってなん、その中でね、僕本当に思うのはハンドル変えたりするじゃないですか。でなんかあのパーツを赤に入れてみたり紫入れてみたりなんかいろいろするでしょ。あれが僕はかっこいいと思わないの。ただじゃあ20年前、30年前やったら僕はしてたと思う。なんでか言ったら、そんなことしてる人はいい品だから。だから僕はシマノのリールにダイワのハンドルの PT33C っていう、今でこそ普通に長いハンドルあるでしょ。その時なかった。 85mm とか 80mm やったと思う。シマノなんか長い差を長いあのハンドル全然なかった。それはそういう考え方やったから。でも僕がそれを変えたことによって気になりだしたのか、同じことを考える人が出てきたのか知らないけど変わっていくでしょ。だから今の時点では僕はこうですよというのは、その中ではアルファスよりもスティーズ CT か、僕からするとジリオン SV でもこれ海やったらいいんじゃないかなと思ったりするんですよね。でも 3.5g 以下のリグまで使うんなら、これキャスティングディスタンスがそんなない感じがするんで、昨日釣っててもね、うん、どれでもいいかなと思うんだけどな。うん、3.5g 以下なら全然使える。だって、スティーズ CT で 1.8 のあのスモラボを投げてるわけやから。ただキャスティングディスタンスは 12-3m とか 15m までなんで、それと比べたらあかんかもしれないですね。はい、質問失礼します。72の M と ML を購入した後ドット3が出て震えました。あ、意味はわかります。802と同じような用途のフラッグシップモデルは考えますか。これは一緒やね。ね、これは言えないですっていうやつ。はい、それと802にニューアンタレス DC を装着している村上さんを個人的に見たいです。ないんですね。はい、最近、バスフィッシングを始めました。今はアルファスエアーとブラックレーベルの 632MLDFB をメインで使用していますが、初めてハートランドを購入するとすればこの現行シリーズに限らずおすすめのロッドはありますでしょうか。もしくはドット3を使用した時は異次元な感覚を味わえるのでしょうか。63の ML とドット3に持ち替えたらもう異次元すぎるよね。多分軽いドット3なんだけど重っていうかもしれん。うん、あの短さは軽さですからね。これはなかなかちょっと難しいですけど、ハートランドを購入するので、初めて購入するんであれば、この流れでいったら、72の MH か72の M がいいんじゃないかなと思います。はい。改めてハートランド調子についてもっと深く知りたいので、ご教授願います。これからハートランドになる方のためにもぜひお願いします。これはね、ハートランド調子と呼ばれるっていうことでしてしまうと、ハートランドじゃない竿もハートランド調子なものはいっぱいあります。はい、例えばだけど、磯竿。
うん、それからメバルの竿。何が言いたいかというと、先がどうだろう、1の力で1センチ入ります。この時にこういう竿もあれば、こういう竿もあのね、先があるっていう竿はこう入って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 綺麗に曲がるっていうのを一応僕のハートランド調子としている。じゃあ今回のドットスリーはどうか、こう入るんですよ。あれ、その基準になるハートランド調子の先の部分を固く残して、固く残してるんだけど胴の部分につながるここのベンディングの部分まで、うまいこと調整をして、バットまで曲げて全体的に曲がった時には同じように綺麗に曲がるっていうのがハートランド調子です。多分これを言って、じゃあこれはどうなんですかねってもう一回質問が来るんだけど、これってね、気にせん方がいい、聞くことじゃなくて感じることなんで、ああこれがハートランド調子かっていうのは、ハートランドの調子がハートランド調子なんだから、あのそれを知ってこう語る必要はないと思うの。逆に言うと、語ったら知ってないのに語ってしまうと、それは間違ってるって言って笑われる可能性があるから、感じるものです。自分の中でそれはいいなと思えばいい。でみんなはね、あの違いが分かる男になってる俺って素敵って、これあるはずなんですよ。だけど例えば食べ物の中でも何でも美味しいよって、これ幸せでしょ。そうなんですよ。でもずらっと俺はハートランドいっぱい持ってんねん、幸せやねん、でもようわからんねん、これはあかんわけじゃないんですよ。もしくはハートランドと同じテイストのモデルをブラックレーベルの中から俺は見出せれるぜ。どっちかというと僕そっちタイプなんですよ。作ってるけど、これはこれができるから作れるわけじゃないですか。だからどっちも含めて趣味なので、あの自分の趣味とポリシーに自信を持ってほしいと思います。はい。それから、前作のドット3は、7g スペシャルとおっしゃっていましたが、21ドット3は前作と比べた場合どのような違いがあるのでしょうか。あ、これもね 7g スペシャルですよ。うん、ただ長さゆえに25g まで投げれるし、長さゆえに 1.8g をあの吊るしでチュッて落とすこともできるし、でも 7g スペシャルって言えば 7g スペシャル、いや間違えた、 10g スペシャルかもしれない。それで言うとね、今頭の中でね、あ間違えたって言うたら、ミノーで 7g、 あちょっと軽いかな、投げれるけどな、10やったらもっと気持ちいいよねって、こういうふうに思った。クランクベイト 7g のクランクベイト、あーいいねいいねいいけど 10g がいいねってこうなった。あ違うな、クランクはその分ね、もうちょっとちっちゃい 9g 8g スペシャルになるかな。だからそんだけ言うてるけど、あのもう 7g スペシャルって言った時点で矛盾が生じるのはグラムだけで表せないんですよ。だから表現の一つと思ってください。うん、あ全然僕あの上げ足取られたとも思わへんし、ああそういうふうに言ったよね、わかるわかる、その時の気分はその世界のそのシチュエーションに、そこに立って 7g を投げた頭の中の 7g は多分ミノーやったんかなとか、あのテキサスのライトテキサスじゃないなと、総重量が 7g やから 3.5g プラス 3.5g の、 あのワームかな、あのそうやな、そうそうそうとか、そういうふうに考えてきただけ、覚えてない前作のことなんて。でも大体あの追ってくると思う。覚えてはないけど頭の中の思考回路は変わってないんで、ほとんど。はい、722、LRS を購入しました。ずっと探してたアクションでとても満足していますが、気になることが2点あります。 P05、 おすごいやん、さっきの P の話やん。 P05 で使用していますが、思ったより硬く感じますが、フロロで使えば柔らかく感じますか。え、これフロロで使ったら、感じたら感じたでいいんじゃないかなと思うんだけど、これフロロのを買うのが面倒くさいからなのか、フロロはあのまだ使ってないけど使ったらどうでしょうかと思うのかなんだけど、これ質問だって買ってるんだからさ、もうさを使えば一番適切な答えが出るんじゃないかなと思うんやけどね。またシェイクしやすいのですが、フックキーパーが上向きについていてすごく邪魔なのですが、わけがあるのですか。これね、あのシェイクするときに
あの邪魔なのはシェイクするでしょ、上にくるっとかぶるんですよ。じゃあ下にやりました。下の方がいいんじゃないかなと思って、僕なんかが不具合があって、あ下もなるのか、じゃあ上にしてみたって言って、多分上下あったと思う。うん、今そこです。取っ払おうかなと思ったりね、あれね、くーっとこうペンチで曲げてしたらいいねんけど、そんな高いさそんなしないでしょ。だからじゃあ曲げれるようなサウンドにしましょうかとか、一番今いいのは後ろ向きにつけること。一回やってみましょうか。後ろ向きというのは逆向けに、前向きにつけたらねトラブらないんで、ただ針しかさせなくなるから、じゃあもうちょっとあの他の針もさせるようにってなったら大きくなるでしょ。じゃあやぼったいってなって、これを行った帰ったして、今のままにしときましょうってなった。うん、あのキーパー村上作ってくださいって言われたらすぐ作んねんけどね。うん、でじゃあ伊勢から作りましょうかってなるでしょ。作れるんですよ。うん、それを固定すんのがゴム、あやぼったいなってなるでしょ。収縮チューブ、まあそれも、うん、破綻するのも嫌だなってなるでしょ。じゃあ何かなって考えるの、接着嫌でしょ、両面テープすぐ外れるでしょ。まあいいかってなるの今は。僕自身のやつを作って、作りました、使いました、あ便利な頭にあるんですよ。それってこうでこうでいつ出るんですかってなるから、うん、やめようってなるの。30年前に、もっと好き勝手やってたんなら、もうすぐ作ってた。でってそれが作ったのがいわゆる爪生地キーパーとかフックキーパーになってたりしてたんですよ。あの時に、収縮チューブを使ったね、ドライヤーで炙りすぎた、ライターで炙りすぎて焦げましたとかいっぱいあるもんね。お湯でかけたらキュッてなんねんけど、そっかお湯でかけなさいって、こんな動画も出てないし、ライターで炙った人もおるだろうなと。でドライヤーで炙りすぎて溶けましたとかいっぱい出てくるから、うん、嫌だなってなってやってないんじゃない、はい、今やったら瞬間接着剤でひっつけるかな、エポキシとかで。うん、嫌でしょ、絶対嫌でしょそんな。うんね、だからしない。どこだ、スピニングの 722LRS は青いのレベリングとハネビロッドが持つゾーンの中間になるような使用感になるのでしょうか。ハネビロッドとレベリングの中間、あもう全然違います。まず先がソリッドじゃないんで全然違います。はい、魚のあたりを竿の胴で感じられるのは好きで、初代レベリングロッドを使用しています。あ初代レベリングロッドが硬くなって、うん、全体的に硬くなった感じかな。チップがソリッドとチューブラの違いもあるでしょうし、そもそも、サウンドパワーは比べられ、サウンドパワーも比べられないかもしれませんが、バスは重い。バスは重い。ああ、そういうことな。バスは重たいんだと。で、海ではどんな釣りができるのか知りたいです。海でこれをやるってね、まあ一番ないかな。一番ないと思う。うん。あ、ある。スーパーライトジギング。うん。スーパーライトジギングの30g、40g、まあまあ気持ちいいと思います。ね、全然違うでしょ。全然違うんですよ。だから。頭の中で想像してなかったものが今答えとして出てきたんじゃないですかね、彼からすると。はい、802HRB について質問です。 14g 前後のルアーを使った、内物巻物の遠投をやる場合、リールを一つ使うなら、村上さんならどのリール、またラインの太さ使用、頻度が、多くなりますか。おお、これ分かりやすいね。 14g 前後のルアー、内物巻物の両方やる、遠投をやる場合、今はね、個人的に新しいものも含めてね、ジリオン SV は気持ちいいやろうなと思う。うん、どっちもできるから。で14ポンドそれから16ポンドナイロン含めフロロも16ポンド。うん、で 14g のものにもよるけど、あ、そうやね、14、16やね、そんな感じです。はい、でドット3で質問です。ベイトフィネスは細くて長い方、細くて長い方がいいといった、背景でドット3が仕上がったと動画で拝見しましたが、83のではシェイクした、際手元の動作に対して穂先の振りが大きくなりすぎ、ルアーのアクションが大雑把になるのではないかと感じました。そうなるよ、そうなる。でただちょっと違うのは、
一遍やってみたら分かりますけど、長い竿で、シェイクするのと、じゃあ10センチの竿もしくはグリップだけを持ってシェイクしたら分かる。その方がなんでこれブレるんだろうってなる。長いものをシェイクするときは長い重い、重いって言っても重くないかな、ぼんやり重さを感じるもの、これ無風状態ね、これ風が出るとドット3はちょっと触れます。ただ他の83よりも細く巻かれてるんで、触れは少ないんだけど、しかも軽いからね。こうシェイクした時に、先が短いとブレるんですよ。手の力が不安定になるから。何が言いたいかというとね、まあ僕は綱渡りはしたことないですけどもね、平均台の上に手でこうやってこう、なんていうかな、バランスを取るよりも長い棒で真ん中持ったらバランス取れるはずなの。ふっと揺れるこの応力が感じられるから体をどう言ってんかな、修正できるのね。それに近いフィーリングが長い竿ではあるの。だからてっ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 てなんぼ長くても先を2センチ動かすことが可能なの。それが、じゃあ2センチいうことはこっちで来たら1ミリぐらいじゃないですか。じゃあめっちゃ細かくできますよやけど、1ミリはこうブレてんの。でそのままこのブレてるやつを、重さがないと仮説を立てて、じゃあどういうふうにやればいいか言ったら、レーザーポインターあるでしょ。レーザーポインターで、レーザーポインターをこういうふうに1センチ動かせて、動かせへんと思う。やったことないけど多分そうなる。こんななると思う。軽いから。あれ竿やとこうやってできる。まあやってみて。802について、MH である、ハヤテ74と 722H、MH との、違いをどのように使い分けるのか教えてください。頭の中で使い分けが頭の中で想像できないときは、本当は購入しない方がいい。で、802MH はカースペと比較でお話しされていますが、カースペは使ったことがないので感覚がわかりません。確かにそうだよね。はい。ハヤテ74と722、あ、これあんねんね。74、722は使用したことがあります。まず、ハヤテの74と、722MH を使用したときに、この人はどういうふうに感じたかはわかんないんですけど、722と74だと、ああ、722使ったらこれいいやん、すごくいいね。でも74に戻ったときに、わ、74のこの反発力たまらん気持ちいいねってなってるんであれば、多分その感覚が頭の中にあるんであれば、8フィートの MH は、この722で釣りをしてる場所、74で 74MH で釣りしてる場所でもうちょっと同じ感覚で長い竿があったら使いやすいだろうなっていう想像があるとしますね。難しいよ。その想像で出てきた竿が架空であるとするでしょ。それが多分この人がこのまんまで長くなるかなと思った竿のちょっと重たく柔らかい感じと、ちょっとやね、でそんな感じだと思います。でそれは半日もしくは1時間使ったら気にならなくなるのが今回の 80MH かな。はい、次、722LRS、張らず緩めずでツンコンという当たりを取れつつ、かつ曲がって楽しめるのかが知りたい。張らず緩めずで、これはもう人のフィーリングやからね。いや全然感じれますけど、で目感度があるものは手感度が少なくなるっていうのは当然あるんだけど、バスはね当たりわかるよ。ここまたおもろいことになってきたで。これもう上から順に読み、一回読んでから喋ってないからね。これね、ターゲットはヒーカ、人道ヒーカです。P0315 リーダー 3.5-5。 まずねヒーカ多分僕使ったやったことないから分かんないのと、コンと来るかあれ、って来るやと思うね。10杯釣れたら十分ですが、その10杯をいかに釣ったか、そこに重きを置きたいです。むしろ別なおすすめがあればよろしくお願いします。だって人道イカ知らないけど、これ人道イカで多分下に
垂れ下がってつんのかな、これ1号リーダー 3.5 から 5g のなんやねんって感じやねんけどね。これキャストするのか真下かも分からへんけど、いやハートランドだったらこれでいくと多分だけど、この竿じゃなくて昔の竿で言ったらレベルディレクション、それから、ハートランドでミッチディレクション SMT、 ミッチディレクション SMT は多分ねこれも無敵でこれちゃうかなと。でも 5g ってまあまあ、いやそれでいいと思う、その2つ。うん、全然腹緩めで、でもこの釣りすんのかな。うん、そうか、これ嫌がらせかどっちからしか取れへんけどね、僕この質問ね。はい、そうじゃなかったらごめんなさいね、それも。ドット3が83の長さになった経緯があれば教えていただきたいです。いや別に83でいきましょうってなっただけかな。カワスペの83があって、これをじゃあ85にしてみました、85もいいですよ。でも一般的に83が長いのに、じゃあ85に何でしたんですかって聞かれるのと一緒になるから、基本的にまあ83で決めて進めていったっていう感じです。だからね、今あるものはなぜですかは、今あるものをこうしましょうって決めたことがまずきっかけなんで、それに理由は長いあの経緯があるんで、じゃあ8フィートの M アクションを作るよりも9フィートを作ってみようかやけど、いや9フィート12万個数とか言われたらどうするとか、もしくは9フィートだったら、今ある、いわゆるロッドケースに入らなくて、ロケに行けないじゃんってなったら、じゃあ9フィートの差を作る分は3ピースにしてからにしましょうかとかなると、今の時代で一番長くて一番気持ちよくて、うわ長いなと思う長さが83やったのかな。そこまで考えてないですけど、感覚なんで。ニューモデルのロッドとベストマッチと思うリールとラインを教えてください。またこれも大雑把だな。まずまあ、こういうのはパッパッパッと答えてみようかな。今スイッチ入ったやろね。まずスピニングモデルの72の L ね、これは2000番の、まあ僕で言うたらイグジストなんだけど、2000番クラスの台場のリールで、次にドット3、これはスティーズ CT、 それから、75の H、 これは今で言ったら、あこれ新しいスティーズの HLC は悪くないかなと思うんだけど、そこまでせんでいいからスティーズ A かな、やっぱりスティーズ A にしますよね。80の MH はスティーズ A のスプールが1012スプールにするか、まあ一般的なやつだったら何でもいいんだけど、今なら、まあ、ジリオンがかっこいいなと思うんで新しいジリオンを搭載するか、そんな感じかな。要は34パーにしといて、スプールで交換していくっていうのが、80かな。これで3本全部言った、4本全部言ったね。うんです。722L はジグヘッドを意識しているということですが、猫リグやダウンショットを使う場合にだるく感じるということですか。違う、だるさを利用して猫リグや常木ジグね、ダウンショットも使いますよという意味です。だから糸を張らず緩めずというよりも、張ってたるんでペンペケペンペケしながら使っていく釣り、動輸するっていう釣りです。はい、だからジグヘッドを意識してんじゃないの。ジグヘッドの中層トレース、もしくはやや軽めにしといてウィードに引っかかってるやつを胴で動かせながら、穂先で叩きながら、引っかかったまま、シェイクするとかね、そういったものに使いやすいですよってことかな。はい、私の住んでいる地区はハートランドの竿を在庫として売っていません。注文すれば買えるのですが、実際に見る前に買うのはリスクが大きすぎるので、どうしても中古になってしまいます。これはまあまあ確かにそうだと思います。で、作っている数が少ないからあまり売ってないのでしょうか、量産をされていますか。これは台場に聞いてください。自分の住んでる地域のどこかにもよるし、その釣り具屋さんにもよるし、確かにでも手元に、買う機会、手元でね触る機会がね、フィッシングショーでなくなっちゃったんで、それはね、いかがなものかっていうのは、こんな初めてのことだからね、コロナ禍っていう初めての経験なんで、今多分各メーカーが、いろいろな切磋琢磨
なんか考えてるんじゃないかなと思います。はい、もうちょっとしてね、お金ももうちょっと使えたらバーチャル触りができるよね、絶対。バーチャルリアリティでこう遠隔操作でこう持ったら、うんってこう、うんってなる感じできるんじゃないですか。でもそれを信じれるかどうかわかんないやん。だからやっぱり、中古を持つか、そんな機会がある人は恵まれてると思うし、で僕はそうならなくてもいいように一応あの使い方と、使ってる動作を、まあ、お見せしてるっていう感じかな。はい、初めてシーバスを釣りをしたいと考えています。ベイトでやりたいのですが、ハートランドではおすすめのモデルは何でしょうか。これシーバスのシチュエーションわかんない、キャストの距離わかんない、使うルアーわかんない、全然わかんない。だって初めてバス釣りをしたいと考えていますってなることになるから、これシーバスも一緒やからね。ベイトでやりたいのですが、ハートランドでおすすめのモデルは何でしょうか。わかんないでしょ、これボートシーバスかもしれへんし、でキャストが得意な人がそうじゃないかもわからへんし、でもね、なんか答えるとすれば、古いモデル、買えるモデル、そうじゃないモデルかはもう全部なかったことにして考えて、革スペが一番気持ちいいと思う。うん、それで言ったらね、一番っていうのはこのええ加減な感じで答える答えの中の一番は革スペかなと思います。ソルトから一世の世界に入り、村上さんに憧れて、惚れてハートランドを、知ったものです。中規模、ほら見てこれちゃんと中規模河川から港湾小場所ね、シーバスでの使用で 802MH を購入 しようと考えていますが、合わせるリール、もうこれ購入するって考えてるから、合わせるリールを21ジリオンか SV かスティーズ A 悩んでいます。あ、僕もこれやったらもうあの21ジリオンしてほしいかなとは思いますけどね、なんとなく。うん、でどっちでもいい、なんでいいか言うたら、スプール互換性がある程度あるから、あのスプールで、合わせてもらったらいいのと、新しいのがだって軽いんだもん、だってジリオン SV、うん、ジリオン自体が軽いから小さくなってるしね。で小さいリールが嫌な人はスティーズ A にしたらいいんじゃないかな。はい、でハートランドの質問が若干外れてしまいますが、 SV スプールとマグフォース Z どちらが、802に合うのか一応教えてくれと。まあどっちでもいいかな。うん、まあ SV でいいかな。でもマグフォース Z の方が僕は好きかな。そんな感じです。722LRS に対しての質問です。今手持ちにスピニングがないため、1本何でもできるスピニングが欲しいのですが、この竿で 3.5g のスモーラバー、ネコリグプラグ、ライトキャロー、使いづらさを感じますか。 722LRS、これはね、これじゃない方がいい。722の、MLRS やったかな。そっちの方がいいと思う。うん。もうちょっとしっかりしてる方がいいと思います。ガイドの位置にこだわりがあれば教えてください。これはね、すごくある。一旦、僕のガイドセッティングを台湾に言うとあります。例えば、6、7、8、9.5、10.5、11.5、13、15とかやった。やっててそれをつけます。なんか嫌やなと思ったらちょっとずつ変えていくっていう、そんなことをしてます。でも今はね、そんなにしてない。っていうのは竿の調子があんまり変わらへんから。例えばこれがね、どうだろう。同じガイドセッティングで、エクストラライト?どっち?エクストラライトやな。エクストラライトやな。なんせ EX ライト L の、ベイトモデルを作って、釣りをしましょうと、船釣りやりましょうってなったらガイドのセッティングが全然変わります。タン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 って根元の方にだんだん今までと比べたら多く感じるようなセッティングになると思う。うん、はい、こだわってます。はい、今回のドットスリーとスタンダードモデルの 722M との長さ以外での明確な違い、まず色でしょ、それから中の素材でしょ、で AGS と普通の、まあ、チタンガイド、その他のガイドとの違いでしょ、で長さの違いで他の違いが起こってくるんですよ。釣竿の先があるないという表現は具体的に
どういうことをおっしゃってるのでしょうか。これね、具体的じゃないの。うん。だから言えないの。あ、先があるっていうのは、僕の中ではもうちょっと曲がってほしい部分が、もうちょっと先に延長されてるはずな竿なのにな、僕が作ったらという意味。だから僕が作ったんじゃないんで、その竿は作った人からしたら先があるんですよ。僕が作るとそうじゃないな、もうちょっとこっかなっていう、うん、そんな感じ。ドットスリーは先がない竿なんだけど、先がない竿の先をつけて、ハートランドにした竿、うん、ですね。具体的じゃないでしょ。だから無理なんですよ。あ、僕が先がないなって言ってるところは、うん、なぜ、あ、硬いと感じたんだなっていうのが、めっちゃ簡単な、もうすごく雑い、あの表現の仕方。ああ、穂先硬いなって言ってるの。だけど、先がないなは、硬い竿でも先があるの。え、どういうことですかってなるから、じゃあ深く説明すると、僕が作ると、もうちょっと穂先が柔らかいんだけど、この調子で柔らかくすると、次の、スペックになっちゃうな、じゃなくて、MH なら MH なりの先のクっていう、このクを作りたいっていうだけの話です。はい、まあ聞きたい気持ちはすごくわかります。次、はじめまして、いつも楽しく拝見しています。車で釣りに行って、そのまま竿を車内に置きっぱなしにすることが多くあるんですが、21.3 は日焼けで変色することがあるでしょうか。これは 21.3 を日焼けで変色するまでまだ使ってません。はい、だから、まず日焼けで変色するかもしれないことをしないでください。で、台話に一遍聞いてみてほしいのと、この、ドット3に塗られてる塗料は耐候性があるものですかというふうに聞いたら、はい、あると思いますと。じゃあそれは100年ですかって聞かれたら、分かりませんって答えると思う。だから、だいたい台話の今までの企画でOK なものとして残ってる、塗装技術だと思います。というのは、昔ハートランドで使われてた、いわゆるイカパールと呼ばれてる、白タイプの白新山白ハヤテは今は使えないんですよ。うん、で、2ピースモデル特にそう。なぜかというと、先が折れました、新しいのを持ってきました、古い竿の、であるもともとのバット部分はカッペンが起こってます、先は皿です、色が違います、なんで色違うねんってなるからやめましたという話。でも、そうになりにくい、そうじゃないような、塗装技術、もしくは塗装の、塗料の、種類なので、シルバーを施されてるっていうのが、はい、なので、保管方法は例案書において直射日光を避け、まあ、あとはあれやね、湿気が多いところも良くないんじゃないかなと思います。まあ普通です。はい、8フィート MH モデルは小幅10メートル以内、中幅30メートル以内の、そんな規模河川の血のシーバスに使うには硬いですか。使うルアーによるね。使うルアーによります。で、硬くない時もある、まあこういう時に一番、基準になるのは、これ血のシーバスって書いてるんで、ナイロンフロロじゃないかなって考えるでしょ。じゃあナイロンフロロじゃなくて、僕やったらどう使うか。この竿に、搭載するのは、08使わへんか、1号から 1.5 号の PE にリーダーを、3.5 号から5号だから14ポンドから20ポンドのリーダーに使用したいです。はい、こんな感じだと思います。で、次、ハートランドに、限ったことではなく、基礎的な知識として、村上さんがよくおっしゃっているブランクス厚巻きや細巻きということはどのような特徴があるのですか。ブランクスの太さや硬さとの違いは何なのか。まず厚巻きというのは、要はどうだろう、同じ、例えばこれが10ミリ1センチの直径の、まあ竿の断面図とします。ここの中に、お、あるやんか、これあるある、これが
これ普通のことなんやけど10ミリあります。薄巻き、はい、厚巻き、これで、ただこれの違いで、薄巻きと厚巻きを比べると、これはもう普通に薄巻きは軽くて弱い、厚巻きは重くて強いんですよ。そうじゃない、同じ曲がりにするときに、同じ曲がりにね、薄巻き太巻きにするか、ここね太い、だから片方は細巻き厚巻きにしてかね、この直径が仮に10ミリとします。10ミリね、そしたらそれと同じ曲がり方にするのに薄くすると軽くなるんですよ。で軽くなって同じ曲がりにしました、その時は絶対ここは10ミリよりも大きくなる。はい、じゃあ同じ曲がりですね。同じ曲がりはどういうことかというと、重りね、例えば1キロの重りを同じだけぶら下げた時に同じ曲がりの竿が2本あります。ただ片方は、薄巻きで、細巻き、要はテーパーでパワーを持たせた、もう片方は筋肉の量でパワーを持たせた。じゃあどっちが効率いいか、こっちの方が効率いいの。確か直径が倍になるとします。そしたら直径が倍になる、これが例えばまあ10ミリとするでしょ、ここがこれ20ミリでしょ、20ミリ、これはどうなるか、強さは同じ、あと全部イコール条件ね、 10×4 乗になるの強さが。確か間違ってたごめんななぜすごく強くなるの、だって10だから10に対してこれで何2乗でしょ、これで3乗4乗だから1000倍でしょ、10に対して1万やったらだから1000倍強くなるの。うっそうと思うやん。ってことはすごくこうあの効果があるから、じゃあコストも下げれて、パワーも使えて、あパワーも出てで軽くできるんですよ。これが普通の進化の過程でしょ。それを僕は厚巻きにしてくださいって言ったの、若干細くして。そしたら数値ではこっちの方が優れてるの、軽いし重いんだけど、人間ってんってくる応力が気持ちいいっていうところから始まってるのが厚巻き細巻きなんです。これがハートランドの一番最初に、採用されたのが、軽くできる SVF コンパイル X を使用したハヤテの67、それからさえがけの、6点、この時に、SVF コンパイル X を使って釣り竿を作りましょう、バスロードを作りましょうの時に、うわこれ軽いな、いいですね、これをちょっと分厚めにやってもうたらどんなになりますか、そんで細くしてほしいねって言ったん。はってなったんやけど、やってみたらそれがええ味出したんですよ。はい、です。思いものよらないところでスイッチ入ったね僕ね、うん、はい、次、はい、バッテリーに買ったね、またこれで2時間やろ、2時間半やろ、もうあとちょっとやで、行ってあるで、この間にトイレ行ってこう、はい、続き、はいはい、場違いな質問かもしれませんが、よく村上さんがショアやオフショアでバスロードで釣りをされますが、今回発売のハートランドで海釣りで持っていかれるとしたらどれを使われますか。全部使えるよ、だってドット3はボートからのロックフィッシュをやってみたい、そうじゃなくても使える竿はいっぱいあるからでしょ。あとボートシーバスで使ってみたい、割とオープン気味なボートシーバスでやってみたい。もしかしたらでも壁の穴打ちも、あこれ軽くできるやんってなるかもしれへんなっていう感じ。もともとのねドット3、6点ドット3はもうボートシーバスめちゃめちゃ気持ちよかった、ほぼほぼ気持ちよくて、もっ
と気持ちいいのが、4号ラインの PE じゃなくてあのフロロの4号で、15センチぐらいのミノーでバーンと投げてグリグリグリドーンってくる釣りは流行ってが面白かった。うん、もうごぼう抜きだから60センチぐらいのごぼう抜きするためにオラオラ釣るのが楽しいという、もうこの作業をしたくて行くみたいな。その時はドット3は時間がかかん、そうじゃないね、うらうらうらってやりたい時に使ってたとか、だからあのちょっと違うんだよねそれね。うん、でドット3がそれでしょ。で80はまあ、ああ80ね、オフショアで20g ぐらいのトップで青もん釣りたい。うん、シーバスでもいいけど、そうやな、ミノーでもいい、グリグリグリガーンって来たいね。うん、気持ちいいと思う。それからスピニングの方は SLJ でしょ。85はまあ使わへんかな。うん、大変やもん、あれで多分メジロ釣ったら竿が曲がらないからもうしんどくて知らないと思う。マグロと一緒。はい、次質問失礼します。752HRB は自重157に対して、ハヤテ75は160とわずかではありますが重くなっています。ここやね、さっき言ってたスペックはそうなんだけど、素人考えではワンピースで SVF で AGS がついているハヤテ75よりもワンピースで HVF で752の方が若干、重たくなるかと思っていました。ハートランドスペックの上の、軽さを求めているわけではないのですが少し気になりました。これはハヤテの7号は厚巻きなんですよ。だから厚巻きの細巻きなんですよね。でもう片方は中巻きの中巻きなんですよ。うん、だから若干、薄巻きやし、若干ハイテーパーやし、すると軽くできるの。うん、その方が調子になりやすいの。ただテイストが違うっていう、だからこうなっちゃいがち。はい、はじめまして、村上さん的ロッドのコスメは必要だと思いますか。人を釣るためのコスメなら釣りには必要なく、魚を釣るための、無塗装、塗装の重量、増加もお話しされてましたので、村上、的なら人も、村上印なら人もすると思います。ああ、台話が、どうこうではなく村上さんのご意見。まずじゃあ色を塗らないもの、無塗装モデル、もしそれをするだとしたらブラックレーベルハートランドコンセプトとやるかな、僕がするとしたら。うん、ハートランドでそれをするのはもしするなら無塗装に限りなく近いけどこだわろうかなってすると思う。だって無塗装のモデルは未完成なんだもん、それで言うと。でコスメもこれぐらいコスメを作ってこうやりましょうという、だから例えばそれは人を釣るためじゃなくて、人に満足感をそこも含めて得てもらうという最初のコンセプトがあるのね。うん、例えばこれがレーシングカーを作りましょうってなったら話は変わるだろうし、トーナメントロッドでトーナメントとしての自分の武器を作りましょうと。じゃあ名前いらんよ、ね、名前いらんいうことは印刷いらんよ、魚を釣るためだけだったら。でもそれを製品化するってなった時点で、人を釣らないとっていうのは、人が欲しいと思わなかったらそれ生命として宿ってないの、商品なんだから。だからこれも相反することなんだけど、まず同じベクトル、同じ価値観でものを喋らないといけないので、ここは同じ価値観じゃない人が喋ってるし、同じ価値観のものは商品じゃないというね、今度は同じ価値観で喋れんのよ僕。だけどそれは同じものとして出来上がってこないっていう考え方。だから今回のドット3なんかは、白にするよりも、白というかシルバーにするよりも黒にした方が絶対軽くなる、その方が特性はすごく出てくる。でも今回はドット3という名前で出したかったの。うん、なぜかというと、例えば今回のこのドット3が832のハヤテ M にしたとします。おーってなって、じゃあ名前がそんなんで、どんな感じのサブですかってなって、ハヤテの L やんっていうよりも
ドット3の後継者、なるほど、じゃあドット3のあれなんだねってなる方がワクワクするだろうなと思ってそうしたの。だって最初は黒いモデルじゃん。これがどう化けさすかのストーリーまで考えるっていうのが、どうだろう、うん、ハードランドですべきことだから、パッと見た時にうわこれこうしたいなとか、話を聞いた時にうわそれ楽しそうだなっていうのも含めてハードランドのプロデュースだから、そこはね、すごく重要なところ、塗装もね、はい、ハードランドスタンダードモデルベートのリールシートを値段が高くなってもいいのでハイエンドと同じにしてください。まあこれは値段が高くなったらスタンダードモデルじゃなくなりますよっていう、中間のモデル、ちょっと前の例えばカワスペ ESS だったり、それから SMT&ST の、ミジディレクションであったりあると思うんですよ。でその前の、L デレであったり、それがちょうど中間。今なくしてしまったのは、自分でプロデュースするときにいっぱいプロデュースすると全部が薄くなるから、じゃあハイエンドモデルに力を入れましょう。でスタンダードモデルは今までの歴史からそれを利用してフィードバックさせて、いわゆる開発時間を短く、でも間違いがないものは今までの経緯から来るからね、それも含めて作りましょうという決めたの、うん、決めたものです。はい、80はジカリグ、テキサスなどの底物にも使えますでしょうか。ライトロックフィッシュなどに使用したい。もうライトロックフィッシュでバスのね、ジカリグ、テキサスリグとはもう全然違うんで、っていうのは水が重いじゃないですか。ということは、軽いんですよ。まずフロロラインも沈みにくい、 P ラインはましてや浮くで、同じ、鉛でも海の方が、まあボトムに刺さらない、軽いからね。軽いっていうのは比重が、水の比重が大きいから、だから全然使えます。はい、初期のハートランドの倍ぐらいするんだよな、25年以上昔なんだよなっていうやつね。あのね、カーボンの素材の値段がめちゃめちゃ上がってるっていうのも聞いたことがある。で、まず何が一番上がってるか、人件費やね。うん。で、多分その他もろもろ、過去に使えたものが使えなくなったりしてるのもあると思う。はい。シャットから 5g ぐらいのクランクベイトを使いたいのですが、おすすめは何ですか？シャット 5g クランクベイト。これスピニングかな？スピニングなら、結構、まあいろいろ候補があるんだけど、72ML かな。でベイトなら 72ML プラスのベイトフィネスモデル、そんな感じです。で次、いつも楽しみに拝見しています。今年モデルのスタンダード 752HRB はハイデ75の2ピース版というのことですが、これは2ピース版とはちょっと違うんだけど、まあ、スペック上、硬さもそうだし、2ピースになってますよってことね。で僕がハヤテの75を持っていきながら、遠征する、もしくは、なんだろう、宅配便とかで送るっていうのがやりにくいので、それに便利な、7フィート5インチのベイトが必要だなと思って作ったのが今回のモデルと思ってください。で18年モデルの 72HRB との違いはどんな感じでしょう。これも言いましたね。調子が違います。どちらかというと721の HRB はハイテーパーで穂先が割と柔らかめで軽いです。で今回のモデルは、より若干厚巻き、若干細巻きで若干ティップが固めになっています。はい、次、SVF コンパイル X ナノ、ナノプラスを使用すると軽さ、感度が SVF コンパイル X より良くなりそうに思うのですが、過去シリーズレーシングデザインやエメラルダスなどに使用されているドット3に採用されなかったのはなぜですか。まあドット3に採用しましょうかという、まず企画じゃなかったからです。
だから例えば今度もしそれがその特性が得られるんなら、例えばですよ、8フィートベートフィネスなんだけど、もっと繊細ベートフィネスモデルの、L プラスぐらいでいったら面白いよねってなった時に使うってなるかもしれないじゃないですか。だから今は別にそれがいいかもしれない、もっといいものもあるかもしれないの、いろんな中で SVF コンパイル X やりましょう、でそこに 3DX X45 入れてみましょう、重たいですね、抜きました、どう、いいっすよこれ。これが100点なのは今の時点でこの選択肢から見て100点で、でもこれをもっとすごいことがありますよってなったらそれはそうなります。でもこれってもう開発の一番最初のせーのこの企画でやりましょうからずれていくの、これ一番最初に僕が陥った実はエピソードなんだけど、常吉スペシャルを作りました僕一番最初に、あのモデルは18本以上の、サンプルを出しました。なぜか一番最初のコンセプトを僕は彼に訴えた、技術者にね。じゃあ帰ってきました、これをもうちょっと長くしたい、もうこれ最初6、7しましょう言うてんのに長くしたいってなったら違う作業が出来上がるでしょ。これはこれでできてるのに、それを見た時にもっとこうしたらもっとええのにってなる。で柔らかいな、これ柔らかいけどこれもええな、でももうちょっとこれ硬くしたらどうなんだろうってなるでしょ。じゃあ硬くしたい、こうやって紆余曲折しだすの。だってどれもいいんだもん。でもうちょっと柔らかめのやつもいいね。これ竿が一番最初の話から3本も4本も作ってるのと一緒で、ここで途中で気づいたので、まず使うものは何にしましょう、でコンセプトはどういうことにしましょう、で歌い文句の中で他のものとの特殊な部分何でしょう、じゃあガイドを、25128L の、いち早く絞り込んで昇降系ガイドにしましょう、当時の昇降系ね。それによって柔らかいこの竿が軽く感じます、ベナンベナンしなく感じますということを売りにしましょう。そしてコルクのグリップでテネシーグリップにしましょう。テネシーグリップじゃテープで巻くね。でもテープで巻くっていうのは台湾的にはこれリールシートをそのまま単体でつけなくてテープで巻いてくださいって、それは無理です。じゃあリングシートはいいんですか、リングシートはいいですよ、ありますから今まで。もじゃあリングシートつけましょう、でもリングシート邪魔なんですよね。じゃあハンドルの一番後ろにネジをつけてリングシート外せても、外すこともできるしつけることもできるやつにしましょうって僕がこれやったらどうなんですかって提案した、それならテネシーグリップ OK ですよってなったから、常吉スペシャルは後ろにネジがあってリールシート の、 あのリングを外すことができて全部テープでできるようになったっていう経緯があるの。その時に18本ものサンプルを作って、結局自分はぐるっと一周してきた。めちゃめちゃ柔らかい常吉スペシャルも見た、もうちょっといいのも見た、もうちょっと硬めやけどちょっと硬すぎたこの辺かなって、こうぐるっと回ってできてきた。だからそういう風になるから、今回はこれって決めます、この方向から行きましょうってある程度一番最初に、これも一番最初にあるんですよ。85で行きますか、83で行きますか、9フィートで行きますかっていう、じゃあ83にしましょうと決めたら、これブラしたらあかんのですよっていう感じです。はい、これはね、あの作り手と作って、あのそれを使う使い手の気持ちがツーツーになってる、ここは本当はおかしいのね、本当はね、うん、本当はおかしいの。でもそれを、いわゆる何だろう、壁を経てやってみたらどうなるのかなってやってるのが今回の企画。じゃあ答えますよみたいな。だからこういうことが起こってきます。はい。はい、テクニカルシャフト 722HRB を使っている中で自分の中で長さが、前年のスタンダードの何ぐらいがいいかと思っています。ちょっとそういうの8さんに調整した方がいいですか。また、長さを無理しても、買った方がいいポイントがあれば、長さをね無理してでもっていうか、多分72でも長いかなと思ってるんだらやめた方がいいと思います。うん、全然僕は長いと思わへんだ。まあどんどん動画が出てくると思うんだけど、長さゆえにあのいいところがあるし、これが
値段が高いから買えないです。これも仕方ないじゃないですか。でもこれ使いたいんやけどちょっと不安やなって思うのは、まあ一番いいのは他の人が全部持って出揃ってそれが使う機会があったら触ればいいし、それでなくてもいわゆるまあコメントをね聞けばいい、評価をね見ればいいんじゃないかなと思う。はい。だから想像できる人できない人は絶対おると思うし、自分の中でやっぱりこれ、まあ、ありがたいことで村上が使ってるそれがすごく気になるんだけど無理してでも買った方がいいんかなって思ってることが僕の中ではありえないの。無理なんだったら無理せんとってほしいっていうのがあるから。でももしかしたらちょっと欲しいが買ってる気がするなやから後押ししてほしいわけじゃないですか。じゃあ買ってってなる。もしくは創意工夫をして一旦手元に持ってみてってことかな。はい。全然長くないです。おかっぱりでやってる時にベートフィネスは長ければ長いほどいいぐらい、でも長ければ長いほどいいんだけど、あ、ここまで長いとだるだるになるな、だん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 短くなって8、3で止まったと思ってもらったら。はい。はい。次。琵琶湖でのヘビキャロメインでテクニカルシャフトを使用していますが、今回の75H と比較すると、どちらがヘビキャロ向きですか？あー、これな。テクニカルシャフトの方が長いので、多分テクニカルシャフトじゃないかなと思います。どちらかというと、テクニカルシャフトは胴が曲がります。だから投げやすい感じはあると思うし、で、バットに対してティップが硬いので、ヘビキャロをパンパンと叩いて動かしやすいかもしれないです。はい。じゃあ、それが752でできないか言ったら全然できます。でも、長竿に慣れてる人が、ちょっとでも短くなると、うわ、短っ！って絶対になると思う。だから、そのままでいいかなと思います。はい。802MH で質問です。カワスピ ES ベースの ESS の硬い版とのことですが、カワスピ ESS より3インチ短くした理由。これはね、MH ね、硬くなります。83にしとくと、これスタンダードモデルなんで、いろんなものをふんだんに使って軽くすることができると考えるよりも、全長を短くして、長いなと思う中での短い版8フィートに収めといた方が仕上がりが高次元でみんなが気持ちよくなる竿が出来上がるという、まあ机上の空論じゃなく机上の限りなく現実に近い提案から企画から生まれたからそうしました。要は重たくなったら気持ち悪いでしょ、だから短くしましたと。でも短いって言うても711より8フィートの方が長く感じるでしょっていう、そんな感じです。確かに本当にバランスよく出来上がりました。あ、そうか、これ8フィートかって忘れます。そんな感じです。まあこれ面白いね。ハートランドブランドでドット3という名のリールを作ってくださいな。うん。確かにもう、これ何も言うことないねっていうの欲しいね。うん。いいね、それね。うん。はい。ドット3でスモールラバー気持ちいいとおっしゃっていましたが、ショットプラスキャラメルのスイミング。ああ、いいっすよ。ただちょっと硬いなと思うけど、これはね、竿先を上げて、風がない時にね、ラインをたるませて引っ張れば全然気持ちいい。で、どちらかというと、もっとヘビーなものでも気持ちいいかな。うん。スモーラバー、じゃなくても気持ちいいかなと思います。というか、僕、これ全部、ショットプラスキャラメルでやってると思います。はい。最下限なのに、あまり動画にも出てこないですが、それ以前のスピニングも、たまには出てくるけど、使ってほしいな。これはね、最下限72は、一番使わない竿かもしれない。これは、72が悪いとかじゃなくて、今例えば僕が長い竿を作ろうとするってことは、長い竿のメリットデメリットを研究しようとするでしょ。で、72はもうだっていい竿になるの分かってるし、もういい竿になったでしょっていう部分やから、使用しないっていうのは、今の僕の新しいものを作っていく年間に、この竿を作りましょうってやってる。それから、もうちょっとさらに新しいことをしようとしてる。これ、だから3年分ぐらい、ちょっと先読みでいろんなことを研究しながらやるってなると、完成されたものは、使わなくても、もう、ほら、皆さん、僕がちゃんと作ったよっていう風にしたものなので、使わないっていう意味。だから、この話と、5フィート、6フィートのロッドを今、
から作ったらどうでしょうね。いや作らないなって言いながら、ん？待てよ、作るならちょっと本気でやらなあかんし、この本気でやらなあかん自分をそこで貸すのは面白いねと。でこれ例えば僕が仮にね、68歳のおじいちゃんで、うわーハードランドが今日は今年はこれやねーってやってるとします。うわー言うてねやってるとしたらこれええんかな。ええんかな。だって行く道やもん。だって行く道やったらええやろ。え、そう行く道で僕やん。別に他のおじいちゃんの話してるわけじゃない。うわーハードランドはねってやってる時にどうでもええなってなってから作るよりも、もう今このようにしてこれに受けた、質問を受けたまわりますって言ってるこの情熱の時に作った 5.5 フィート超ショートロッドはどうでしょう言われたらいいかもね。じゃあ待って、ちょっとなんでそれ6フィート作らずになんで5いったんすかって絶対言われるで。いや6は元年いっちゃうからでもできるとか、もしくはね6はね僕使わんでも作れるよ。それこそ、竿の技術者にハートランドテイストのハートランド MH をもうちょっとだけ柔らかくして6にして、片方は先を、74MH ハヤテよりもちょっと柔らかいやつで、もう片方はちょっと硬いやつで、もうあと1段階硬いやつと1段階柔らかいやつ、これ作ってよって言ったらその中に答えある、絶対ある。で今度はそれをできた、もうちょっと今度はこうしたのかって言って、これ本当は答えあってこれをいいって言う人も出てきます。でも自分一人で作るんだったらここからどうしようかな、もうちょっとバットをちょっと抜いて、もっとおこれなこれめっちゃええやんみたいな。でそこに 3DX 入れたらどうなるのか、あ入れ方これ入れたら急に変わるな、 3DX やっぱやめようとか、うん、じゃあこれ 3DX プラスっていうのを開発しようみたいな。今よりもこのハニカム構造が緻密にできるやつできませんかって、もう話変わってくるやん。でなっていく話が毎回頭の中で言って、明日になったら忘れてるの。わかりましたか。はい、そんな感じです。いやだからあると思う、だから早掛けの7には出てこない理由はそういうことです。完成されてしまった。去年ベイトフィネスを、始めようとコツコツへそくりし、722 HRB20 を購入しようと、してましたが、802が出たので LINE の設定 に、なんて書いてあるこれ見えへん、LINE の設定に、ん？なんて読むのこれ、LINE の設定に至ってはちゃうな、 LINE の設定に至ってはウェイトフィネス寄りの釣りができるのでは、ああ、よってはか、よってはで読むから、読むんちゃう、俺がバカなだけちゃう多分。購入しようとしてました、802を使ってウェイトフィネス寄りの釣りはできるよ、よりやからウェイトフィネス寄りは使えるけど全然違う、72の MRB でやってたものを802の MHRB でやったら、カワスペはなんで使えるのにこっちは使いにくいのか、胴が曲がらないから、柔らかい胴があるとカワスペのね触れるんですよ。触れたら竿の穂先で感じるルアーの抵抗感を感じやすいの。これどういうことかというと、たわみます、うんってね、こううんってたわむでしょ。たわんだ時ってたわんでるから 100g の竿であってもこっちが残ってるでしょ。だからこっちは力入れてんのは 50g の力で揺すれんの。硬い竿はこう動かさなあかんから手元に力を 100g の力を入れてることなの。そしたら 100g の力で入れたものは 100g の力で持ってるから力を入れてるでしょ。これが柔らかい竿だと同じどうだらいいんかな、同じ重さの竿を持ってても軽く感じるの、たわんでるから。だからこのたわんだのを利用しながら使えるのがカワスペで、今回の80の方は、まあ、MH で硬いからなおさらやし、もう全然違います。これを比べて一緒っていうんやったらそれは間違い。ただ
使えませんか、使えますか、これは使えます。気持ちいいですか、気持ちよくないです、そうなる。多分これ想像上で喋ってんのと、722 MRB を購入しようとしてたわけでしょ。でこれを見た時に、うわこれ802やったらもっと他のもいろんな釣りもできるやんけ、でベイトフィンスよりはちょっとこれラインの設定でできるんじゃないのって言ったらできる。僕それで言うと、ハヤテの 72E でベイトフィネスな感じで使ってた。はい、それはヘビーアクションやからね。だからそれと比べると全然できる。はい、次、80の MH と83のドットスリーを注文しました。 MH は入荷した連絡がありましたけど、ドットスリーはまだの様子。はい、これはまあ台湾に言ってくださいね。はい、以上、終わり。なかなか長いね。何時間？3時間でしょ。で3時間で答えたよ、答えたけど3時間見てね一緒何もうええで、もうせえへんこれで。いやそんなことないんだけど、まあこれでよく分かったのは、質問に答えるということは頭の中の体操はできるね。で今これ作者はどのように感じたかという国語の勉強みたいなもんやん。これこう書いてあるけど実はそうじゃないよね。だからいけずな僕と親切な僕が一緒に現れてくるのね。あーいやー親切な僕で行かないといけないってなるんだけど、雑いなっていうやつあるやん。じゃあ俺もこれ雑いな行こうか。いやいやでも皆さんが見てますよね。じゃあちょっと丁寧にしましょう。でも丁寧だったらなんかこう負けた感や、ちょっとだけこの悪いやつにしましょうかねっていうふうに、まあ僕なりに結果的には質問に答えることを楽しめました。皆さんどうもありがとうございました。長い時間ご視聴ありがとうございました。はい、コーヒー欲しい。